体軸と体幹、これは違うものですね。大枠を言うと心理的身体であるか物理的身体であるかという違いですよね。体軸というのは解剖しても出てこないものですね。体幹部の真ん中を通る軸ですね。あと他にも軸っていうのは通るわけですけれども、まず一本にしましょう。分かりやすく体の真ん中を通る軸、体幹部の真ん中を通る軸を総称して体軸と言いますね。体幹部というのはこの物理的にある筒状の、堤真一状の構造のものですね。具体的に言ったら体幹というのは骨でいうと背骨、肋骨、骨盤、頭蓋骨で構成される部分ですね。でそこに体軸という概念が通る。背骨、肋骨、骨盤、頭蓋骨というのは死んでも残るし解剖したらあるものですよね。こういうのを物理的身体ものとしてあるもの、体軸というのは解剖してもありませんね。でも体の中にそういう感覚がある、それを心理的身体という。つまり武術では正中線というんですけれども、体軸というのは感覚とか意識とか認識、あるいはイメージも含まれますが、そういったもので構成される身体であるわけですね。それを心理的身体と王子は分類して言ってますね。だからその違いがあります。で体軸っていうことで言っても、これはね武術の世界でも、宮本武蔵もそうですし、武術の極意書を紐解いていくとね、直接は書かれてないんですよ。紐解いていくと軸ということに対して2つのことを言っているっていうのがすごくわかるんですね。つまり軸、体軸っていうのは2つあるんですね。1つがまず人間というのは重心サンダーライガーがあると、地球の上で立って僕たちは生きてるわけですから、だから軸という概念が生まれるわけですよね。地球の重心サンダーライガーと体の重心サンダーライガーを結ぶ線、これを重心線、重力線とも言われますけれども、これは必ずありますね。でそれを感覚で感知して認識できている状態、重力線というものを別名重心線ね、重心サンダーライガー線って言ってもいいんですけれども、重心線を感覚でキャッチできていて感じられていて認識にちゃんとある状態というのを総称して重心軸と呼んでるんです。重力軸とも言いますけれども、重力線、重心線というのは体がどう曲がろうが常にまっすぐなんですね。なんでかっていうと、体の重心サンダーライガーと地球の重心サンダーライガーを結んでる軸なので、常にまっすぐですね。体がボクシングでこういう風に曲がったり、パンチをかわすときにダッキングみたいにかわそうが、重心線はまっすぐですね。だからこれは常にまっすぐなんです。ところが一般的に体幹部の中を通る体軸と言われるもの、これは体幹部の前川清側を通っていく基準線ということで、これは体幹部が動くと同時に形も変わります。体幹部がこうなったら体軸というのも曲がります。これは形が変わるんですね。なぜならば体幹部通る軸であるからです。これは形は変わるんですけれども、重力線というのは常にまっすぐですね。例えばスリスリ体操とか、分かりやすくお辞儀運動、このお辞儀の運動、こうお辞儀しましたよという時、当たり前ですけども、体軸というのは前に傾いて傾斜していきますが、じゃあ重心線、重力線はって言ったらこうなってたら怖いですよね。そんなはずないですよね。重心線はまっすぐです。重心軸と体軸というものが一致してる状態です。これがね、こっからお辞儀しましたよっていうのは、重力軸はこのままですけども、体軸だけがこう倒れて交差している交差、重力軸と体軸が交差してるんですね。このお辞儀の動きが上手い人、つまりスリスリ体操とかも上手い人っていうのは、この感覚の中の話ですよ。これ、そもそも軸というのが心理的身体の概念なんで、このお辞儀の動きが上手い人ほどちゃんとこの重力軸の存在を感じながら、体軸だけをそこを残す感じですね。感覚で言うとね、そこを残す感じにして、それを感じながら体軸だけを交差して交差で一致させる、交差させて一致させるっていうことがねできるんです。これが上手い人は体を思いっきり前傾させてもスッとまた体勢を持ち直せるんですね。これが一番上手かったのがマイケル・ジョーダンですね。ジョーダン抜きに、マイケル・ジョーダンが一番ジョーダン抜きにこの重力軸と体軸の交差一致がすごかったです。武術というのは正中線というわけですけども、見えざる正中線、まっすぐの軸を立てるっていうのは、この2つのことを言っている人もいるし、多くの場合重力軸のことを言っていることが多いですね。寝ている時でも軸はまっすぐ立てておけというんです。そういう教えが残ってるわけですね。これは寝転んでる時よ、寝転んでる時は体軸というのはね横になるでしょ、当たり前ですね。だけどいくら規定面が広くなって寝たとしても、物体がこう寝てるわけだから、細長いものでも、こう長軸のものからこう倒れたとしても、こういう風に重心働いてますね。だからそれを立てておけと。しかもそれは一本じゃないよと。背骨が分立すればするほど、背骨一個一個に対して重心サンダーライガーが生まれてきて、背骨一本一本に対して重力線が通ってくると。そしたらそれを感知できていれば、背骨一本一本に対して重力軸を感じるってことになりますよね。寝ている時でも軸を立てておけというのは、これは重力
脈軸、重心軸のこと言ってるんですね。だからごっちゃになってるから理解しにくいんですね。それをね、明確に2つ分けて教えることが必要で、体軸と体幹は全く別のもの。だから軸を鍛えるとか言って、何か体幹部の筋トレのようなエクササイズのような運動してる人いますけれども、何かが分かってないからそうなるわけですよね。体軸とは何かをちゃんと理解しながらやらないと別のもんだよと。物理的身体でこういうことを今起こしなっています。筋肉でやると余計分かりにくくなるから骨でやる方が分かりやすいんですけれども、今骨格をこういう風に動かしております。それは心理的身体でいうと体軸の感覚意識を強化していることなんですよってことをちゃんと認識の上で自分が分かっておかないと、何を鍛錬してるのか訓練してるのか分かれへんってことになってきますんでね。これ非常に重要な視点なんで、いいご質問でした。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。